のこの If you have time, we can go っていう方は本文でも出てきたので十分わかってると思うので、じゃあ1番ですね。Number one, you have a headache. You have a headache, so he looks so bad. なんかとっても辛そうじゃないですか、この右側にいる男の子ね。You can go home. Oh, you can go home. これは先生なのか、ね、誰なのかわかりませんけれども、この辛そうにしてるこのコンディションの男の子に対してこの人が帰っていいよ、帰っていいよっていうことで You can go home って言ってますので、これは If you have a headache, you can go home っていうふうになりますね。Have a headache、 これを覚えてください。頭痛いっていう時なんですけど、これはですね Have a headache、 Have a headache、 この a っていうのがついてきますので、これは忘れないようにしてください。 Number 2ですね。 You're free、 ね、You're free、 free っていうのわかりますよね。フリーっていうことなので、まあ、時間がある、自由であるっていうことですね。そして Please come and help me と言っています。これはあなたのコンディションがこうなら何かしてくれるっていう言い方もできるって、最初に言った通りの文章がここに来てますけれども、 If you're free, please come and help me. If you're free, please come and help me. I need your help っていうことですね。この女の子助けてほしいんですね、多分ね。でもこれはもしあなたがフリーならっていうことなので、別にそうじゃなかったらいいんですよっていう感じのニュアンスですね。頼んでいるっていうこととはちょっと違うかもしれない。相手のコンディションを聞いて、それに対してこうしてくれるとか、こうしてくださいっていうことを言ってるだけですね。 Number 3、You have time、 これは If you have time、カンマですね。このカンマをね、忘れないでくださいね。If you have time, カンマ、please check my English。ね、私の英語をチェックしてください。Please check my English。これでプラクティスが終わりましたね。